ゃこんにちは豊さん、はい、ついにね、はい、佐々木朗希投手が、はい、今日オープン戦ですけど初登板ということで、そうだね、はい、やっとマウンドに上がったけども、はい、まあまず期待されて入ってね、はい、で1年間体力作りということで、うん、でまあ、今年のこの時期になったんだけど、この時期というのは、まあ、3.1 時があって、はい、で今日は3月12日、はい、被災地育ちのね、はい、お父さんも亡くされてる、はい、まあ、そういう中でいろんな思いがあって、はい、この日の登板だったと思うんだけど、はい、まあ、最初5回まで二木が投げて、まあ、6回からかなっていう、でまあ井口監督が出てきて、まあブルペンから出てくるかなと思ったらベンチからだったんだよね、キャッチャーを務めてくれる田村と入念な打ち合わせをして、まあ、マウンドに上がるんだけど、まあ今日は千葉マリン、チケット完売ということでね、まあ佐々木朗希を見たいということで、で俺もワクワクして、はい、6回は待ってたんだけど、まあやっぱり雰囲気がある、まずはね、はい、投手としての雰囲気があるということ、はい、そんでファールグラウンドで投球練習をし、マウンドに上がる前に一塁線ラインを越えるときに大きなため息をする、何回もするんだよね、やっぱ相当緊張があって、その被災した人たちのなんか思いも胸にマウンドに上がってるような、まあそんな感じがしたんだよね、はい、でまあセットポジションで、まあ、投げたんだけども、全12球を投げました、はい、で全12球のうちその中で1球だけがスライダー、はい、で強打阿部ビシエド、まあこれは中日打線の看板とも言える選手たちと、はい、まあ、当たったんだけど、はい、強打が初球打つんだよねいやおい、演出として何球か見ないかとか思ったんだけど、はい、まあその初球が149キロ、はい、その後は阿部に対して149、はい、で阿部に対して1球だけ141のスライダー、はい、であとは全部151キロ、はい、で最後打ち取ったショートゴロのボールはちょっとシュート回転をして、ショートゴロになった、詰まらしたんだよね、はい、で強打は初球を打ってファーストゴロだったんだけど、はい、でビシエド、うん、でビシエドにどういう勝負を挑むかなっていうふうに思ったら、まあ、1球目から結局2、4、6球投げるんだけど、はい、全部まっすぐでいったんだよね、でその中で、まあ、最後の11球目、153キロで最後の打ち取った見逃しの三振が152キロということで、はい、まだ抑えながら投げてるということ、うん、それと阿部に対してシュート回転って言ったけど、最後の三振外のまっすぐっていうのはもうシュート回転せずに、もう田村の構えたところに投げれたという、うん、まあ一球ず投げるごとに緊張が取れてったということね、でやっぱり雰囲気が、まあ、最初にも言ったけど雰囲気があるということ、うん、見てる人たちは160キロとかそういうことは期待したんだと思うけども、まだまだそこまで仕上がってないというようなね、うん、ただこの時期にマウンドに上がれたということをやっぱ評価してほしいし、はい、まあ、去年もシートバッティングには投げたらしいんだけど、はい、だけど実戦登板がなくてね、やっと1年越しのこう対外試合というか、まあ去年も投げてないけどね、うん、投げてないけど、まあでもその中でもやっぱ目は生き生きしてたし、うん、まあ落ち着いてたなという、はい、まあ、緊張はあったにしてもね、はい、まあそういう投球が見れてなんとなくほっとした、はい、でなんて言うんだろうな、うん、まあ1年間対外試合やってないだけに、うん、やっぱ最初は手探りだったと思うんだけども、うん、まあその中でも腕もしっかり振れてたし、はい、あとは気温が上がることによっておそらく急速も上がってくると思うんだよね、はい、だから本当にあの一軍の戦力に早くなってほしいなという思いがします、はい、うん、佐々木投手本人もこう投げてみて、うん、こう手応えを感じたっていう部分はあったでしょうか。まああったよね、はい、やっぱその一番最初に強打阿部ビシエド、はい、まあ、ファーストゴロショートゴロ三振ということでね、
ボールが上に上がらなかったということもあるし、うん、投げてみて自分のまっすぐが通用するというようなね、うん、まあそういう手応えもあっただろうし、はい、だけどなんかこの時期になるとさ、毎年佐々木朗希っていうのはやっぱ被災したね一人として、うん、小学校3年の時かな、はい、もう泣きながらその光景を見ていたという、うん、ことがあり、楽天の優勝が2013年、はい、その時にマー君が投げていて、うん、マー君に憧れて野球をやってたと、はい、でその野球だけがなんか仲間と一緒にね、はい、その被災をしたことが忘れられる唯一の楽しみだったというふうに言ってるし、はいはい、だからそういうことを考えるとさ、今日のマウンドってすごく特別だったと思うんだよね。だから良かったなと思って、はい、なんかすごく投げてる姿に、はい、感動したし、まあ、マー君がね憧れだっていうふう、はい、マー君になんかこう小さい頃から勇気をもらったということでね、はい、なんか静岡の草薙球場でニアミスがあったらしくて、はい、会釈だけしかできなかったみたいなんだけど、マー君が力を与えたようにね、佐々木朗希も、うん、きっと東北の人たちにね勇気を与えられるようなピッチャーになってくれるだろうし、またならなきゃいけないしね、はい、だから今日の登板を見ていて、そういう思いを重ねながら見てるとすごく胸が詰まったしね、うん、なんか素晴らしい投球だったなっていうふうに、はい、褒めたいよね、はい、うん、ちょうど震災から10年っていう節目で、うん、でこのタイミングで田中マー君も日本に帰ってくるっていうようないろいろなタイミングが合わさって、うん、でそして今日の初登板、そうだね、はい、だからすごく、まあ、昨日から、まあ、報道とか見てると緊張してると、はいはい、その緊張はなんかマウンドに上がるだけの緊張ではなくて、うん、そうですね、みんなの思いを背負って、はい、マウンドに上がるという緊張もあっただろうし、うん、まあ、その中では本当に立派な投球だったと思うしね、うん、みんな見てた人、これを見てる人は褒めてやってほしいなっていうふうに思うしね、はい、これから本当に日本を支えてくれるような、はい、第二のマー君になってほしいなっていうピッチャーにすごく感じました、はい、うん、だからなんて言うんだろうな、いろんな思いが彼の中にはあってね、はい、野球も本当に大切にしていくだろうし、はい、これからもずっとね、はい、で早く一軍の戦力になってね、活躍することを望んでます、まあ、それとプロはやっぱりみんな必死だからね、うん、うん、同情もしてくれないし、はい、そんなことではね、はい、でもその跳ね返すだけのパワーを持ってやっていてほしいし、はい、そのパワーを持ってるから彼は、うん、うん、だから今後もやっぱり期待したいと思います、はい、うん、本当にいい投球でしたね。これからも注目して、またそういう思いでも見てしまうけども、はい、やっぱこれからは今度はプロとして、まあ、厳しいことも言っていくかもわからないけども、はい、まあ、佐々木朗希だったら今日の登板を見る限りでは、まあ、期待に応えてってくれるというふうに思いましたね、はい、まあ、投球内容は12球、そのうち1球がスライダー、はい、ほぼ平均スピードが151キロ、はい、ね、ビシエドを三振に取ったのが152キロ、はい、まっすぐ田村の構えたところに投げ切ったという、まあ、素晴らしい三振で、はい、この3人を1イニングだったけども締めくくったという投球でした、はい、ね、今後も期待してます、はい、頑張ってください、はい。